はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もアプリ版モンスターファームプレイしていきます。さあ今回はね、久しぶりにはい、オール999モンスター作りまして、まずね、データから見ていこうかな。ちょっとね、今回はレアモンなんで、はい、今回はね、このアジャパノドンっていうディノのレアモンですね。ちょっと抜けた表情で相手のやる気を削ぐが、実力があるしたたかなモンスターと、はい、確かにちょっと気の抜けた、間の抜けた感じですよね。でね、当然はい、能力はオール999で、人気中性度ともにはい、マックスにしております。でね、まあ年齢の方はちょっと時間かかったんで3歳9ヶ月なんですけど、まあね、他で言うとこのディノの特徴ですね、このディノの特徴がはい、噛みつきディノということで、こうね、2つの噛みつき技覚えさせています。まあね、普通に基本技はこのパンチと体当たり、まあ、これはね、大したことないね、ぶっちゃけ。まあこの、まあ、体当たりよりはマシな、この尻尾ビンタね、全然マシなんで覚えさせたのと、で、主力はこれですね、噛みつきで、噛みつき投げ、これ相当強いですね。噛みつき投げ消費額23でダメージです。だからここら辺の噛みつきを使ってくれれば、かなりね、破壊力あるモンスターになってるのかなということで、で、前回言ってた通り、まあちょっとね、ガッツ回復も早めで11かな、まあ平均よりこれ早めだと思うんですけど、はい、で、パワーもあるということでね、今回ちょっとかなり期待して戦っていきたいなと思います。ということで対戦の方も行きましょう。はい、ということでもういきなり戦っていきましょう。まずはね、ウォーミングアップでこの神と戦っていきたいなと思います。後ろ見から見たら結構普通なんだけど、前から見るとやっぱりちょっと弱そうですよね。はい、こんな感じで、ちなみに名前ティラノくんね、一応恐竜なんで、まあ、ここはまず軽く勝ってもらって、あとでどういう戦いするか。おくらな、まあ、これは仕方ない。ガンガン撃ってくんだけど、いいよ。尻尾ビンタで何パーぐらいある、わからなかった。多分 60% ぐらいあったと思うんですけど、50% 後半ぐらいかな。はい、オール999も行きましょう。はい、じゃあまずはこの小次郎からね。まあ一番オール999の中では弱小かな。どうなるか緊張の、当然オート同士でやっています。いや、今回勝ち越してほしいな。とりあえずガッツ回復もね、全然変化より早いですね。たたり、これ打たないですし、今のところ噛みつき1回も打ってないんだけど、レザーいいよ。お、当たるか。噛みつきが出るかどうか。お、たたりで普通に頑張ってるよいい感じ、いい感じ。うわ、当たりまくるな。噛みつき出ない。うわ、当たりすぎじゃない。あ、で、あー出たんだけど、何パーセントあったんだろう。あ、28% しかないね、しっぽ見た。あ、刻んだけど50%ぐらいある。耐えてるか、耐えてかもって、当たりすぎじゃないこれ。あ、でも 50% とか。噛みつき投げ出てほしいんだけどな。あ、パンチも出て、お互い当たってますね。結構小次郎の方がちょっと運がいい感じ。あ、出た出た出た。おお、145、逆転、いいんじゃない。結構手数は出てますよね、これ。互角。若干小次郎有利か。命中が高い。打たないんだけど。打たなくなったんだけど。お、来た。どう。ほほほ。壮絶な打ち合いの末に勝利。やっぱ噛みつき強いな。当たれば出る。意外に体当たりも強いんだよな。はい、続いては大嵐ね。このパワーゴーレム、まあ、ぶっちゃけね、いつも言ってる通り運ゲーなんで、運ゲーだけはやめてほしい。でも運ゲーがうまくいかないとこいつ負けるかどちらにせよ、ね、どちらにせよ、もうこれが当たるかどうかっていう。うわ、当たった、マジ。これは取り返せないじゃんこれ取り返すの噛みつき投げぐらいだよ。どれぐらい打つのかな。2分の1ぐらいで打ってる感じはしますね、パンチのところだったら。尻尾ビンタ、あ、尻尾ビンタ出ないな、マジで威力が、まあ、体当たりも同じぐらいだと思うんだけど、いや、今回に限ってはちょっと尻尾ビンタ封印してほしい。デコピン、あー、出たのに、出たのに、いや、見たかったね、今の200ぐらい出たんじゃない。あ、結構出るな、やっぱり。さすがね、まあ一応噛みつきディノなんで、圧倒的に噛みつき投げの方が強い。ダメージ S なんでね、出ないかな。
あ、出ない臭いな。ベタリ。いや、出てクリティカルってあるんだけどな。当たらないか。まあ、竜巻だったらきついですよね、正直。それで負けたらこいつも何なのってあるからな、終わるし。あ、出たのに。出てんのにな、やっぱ 20% 台だから。いや、惜しいな。ちょっと噛みつき投げが当たるとこみたい。はい、続いては沢村ですね。でもやっぱ手数は結構出てますよね。ガッツ回復そこそこ早いんで、手数はある感じ。さあ、噛みつき投げが炸裂するか。いや、見たいよ。タイトル、まあまあまあ、タイトル結構強いんだよな。尻尾ビンっていらなかったかな。ナイスナイス。わあ、来て、これが当たらない。そろそろ来てもいいんだけどな。 S なんでね、ダメージ。タイトル強いな、これ。タイトル強くない。いや、でも噛みつき投げ出してほしい。いつ当たるんだ。おー、強いよ。強い。普通に戦っても強いな。やっぱ噛みつき当たるんだけど、おー、強い。200出ますからね、クリティカットとはいえ。わ、強いな。やっぱこいつ強いんじゃない、さっき竜巻当たっただけで。沢村怒ってるよ。さあ、残り20秒。いや、KO、噛みつき投げ出したらワンチャンあるよ。いけ。このふざけた顔で。ふざけた顔で。あ、無理か。噛みつき投げがいつ当たるかだな、本当に。あ、でもこのね、あ、噛みつき、この感じだとこいつ弱くない、全然。むしろ強いって感じですね、さすが。はい、続いては力と尊厳、2体目のゴーレム。まあ、よくもゴーレム、ホールケーキ時給2体も作ったな。バカだな、これだけ考えたら。力と尊厳、まあ、クローとね、チョップを持ったゴーレムなんだよ。そこら辺をうまくしのいでほしい。うわ、出ないな、これ。お、打ち合いになるか。意外にシポビンタ、シポビンタもね、リードしてれば強いんですよね、これ。当たり、おー、体当たり出るよな。当たりすぎだけって感じかな。当たりすぎてるから、噛みつけ。うんーと、どうなる。てか、デコピンより命中率低いの、これ。噛みつきって同じぐらいか。いや、低くない、これ。デコピンより低くない、命中率。負けてるよな、若干負けてんだよな、ガッツ補正の差か。うわ、どっちも当たらない。どうなる、これ。逃げ決め、どちらが当てるか。いや、ティラノ君頑張って。あ、久しぶりにパンチ見た。あったんだっていう。いやー、畳みかけに行ったけど、これ勝ってな。これガッツ回復の差がある。こうなるとガッツ回復あるやつやっぱ強いですよ。あ、でも逆転あるか、これ。おー、ないか。おー、さすが。やっぱちょっと運ゲーで負けた以外は普通に勝ってる。じゃあ次はラストジハードいきますか。さあ、ラストジハードね。いや、ここまで結構いい感じに来てるよ。でも噛みつき投げが、殿下の方と噛みつき投げがちょっと出てない状態っていう。来た。うふ、おっと、かわしいのか。オッケー。うわー、なんで当たらないの。さすがに当たる頃なんだけど。パンチかわされて、パンチ。おっと、これはまずいな。これまずい。これだけで当たらないと。あ、ようやく。でもガッツ差があるんだよな。頭突き強い、頭突き強い。まあ、こうやってガッツ回復の差で、ああ、今の当たったの痛いな。今のかわしたら、うん、これはちょっと、まあ、ここまではちょっと運の差が出てるから。ちょっぱっぱ、まだ分かんない。噛みつき投げ出てほしいんだけどな。出ないか。あ、着実に。やっぱジャードも強いですよね、なかなかね。うわっと、いや、まだある。ないか、もうないか。パンチ出しちゃった。噛みつき、あ、ある、ある。うわ、クリティカった。噛みつきない、クリティカった。ないか。最後まで出ず。
まあ、ちょっとね、噛みつき投げ出なかったんで1回だけマニュアルで打ちたいなと思います。まあ、1回ぐらいはね打ちたいですよね。やっぱり打ちたいっていうか当てたいっていう当てたいっていう。これかわしてんだもんな。何このかわし方、このかわし方おかしくない突っ立ってるだけでなんかかわしてるみたいな。一応ねガッツ貯めていったらやっぱ 40% ぐらいいくんですよね。まあ貯めつつ貯めつついきますか。当たるでしょこれ。そろそろ何回外してるの6、7回打ってるよな今回。どれぐらい出るかっていうの見たいよ。ダメージですがね。よし400来た。おお300ってことは普通に200ぐらい出てましたねこれ。はいはいはい。まあこんな感じでねガクンガクン下がっていくね。やっぱヒット率もほんと半分ぐらいになるもんな。もう当たらないか。ただその貯金だけで勝てそう。どうだろう。ああやっぱ200これ当たったってよかったよ1回ぐらい当たってもよかったよな。はい、ということで、まあ、マニュアル操作なら普通に勝てますし、当たり、ああ当たりまくるね。これクリティカル出たら300ぐらいいくし、いやなかなかいい勝負してくれたな今回。はい、ということで、今回ねこの噛みつきディノを使っていったんですけど結構良かったですよね。まあ最終的に成績はねオール199モンスター同士だと3勝2敗だったんですけど、まあ運の悪かった戦いもあったし、普通にね実力的に全然ね僕のモンスター戦っても、はい、勝ち越せる能力あったと思いますね。それぐらい強かった。やっぱりガッツ回復早いのもあるし技もしっかりしてましたよね。意外にこの体当たり強かったな。なんでだろうこれで見るとね全然尻尾ビンタの方が強いんですけど体当たり、使えたなっていう印象ありましたね。ね全然パンチの方が強いんだけど体当たりの方が強かったな。で本当にこの必殺というか使いたい技の噛みつきもこれも当たれば強かったですね。これが当たってたら相当ね、まあ全勝もあったかなと思うんですけど、まあ、とにかく噛みつき投げが当たらなかったということで、これはねまた今後、はい、期待していきたいなと思います。という感じでね、次回また、はい、視聴者さんのモンスターと戦っていって、最近ねちょっと、あんまりないんでね対戦のリクエストも、だからちょっとランダム対戦も前つつ、はい、やっていくと思うんですけど、次回もねまたどれぐらい活躍するかっていうのをお楽しみしてください。それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てが検索されておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。